いただきます。恐縮ですけれども、報道の方々。このため、今年の G7 では、であります、グリーントランスフォーメーションのグローバルな推進について、議論したいと思います。G7 札幌気候エネルギー環境大臣会合を。Good morning. あえて君たちはシナ共産党を擁護する。それはどういう意味なのか。そして各国に夢を申した日程を来ている。ここに有効な反対と